すまねかさん、アンケートありがとうございます。欠けてる部分がやる気と。まあ、やる気はめちゃめちゃ大事ですね。ただし、やる気がなくても稼ぐことはできます。うん、だってやる気って多分ね、うん、多分ね、なんだろうな、やる気って、じゃあやる気が欠けているからやる気を補うことってできます逆に言うと。 僕ね、やる気って補うことって難しいと思うんですよ。なぜならば、内から出てくるものなんで、やる気って。なんか、自販なんか、例えば、まあ僕、スポーツやってたんで、あの、ふざけんな,せんなんか先生にぶん殴られるじゃないですか。じゃあ、ぶん殴られて、やる気出ますなんか難しくないですか。内から出る主体的なものなので、 この主体的なのも,もう主体的な概念を外部からやる気を出すっていうのはそれはやる気本当のやる気ではないのかなとなんか人から言われてやる気が出るっていうのは多分本当のやる気じゃないですよ本当のやる気っていうのは自ら自発的に出た主体的に出るものなのでじゃあこの主体的に出るものを外部から持ってくるっていうのは結構難しいと思うんですよね なんで、このやる気を補うというよりかは、僕はやる気がなくても稼ぐ、ことをすればいいと思います。やる気があろうが、モチベーションがなかろうが、セルフイメージが上がらなくても、金を稼ぐってことですね。うん。まあ、それは僕はいつも言ってるんですけど、じゃあ、会社に出社するのは、やる気があるから会社に出社できるんですか、と。よっしゃ、今日も会社行ってやるぜ、みたいな。 よっしゃ、月曜日。明日、あ、今日、サザエさん。あ、明日から、よっしゃ、会社だみたいなね。サザエさん病ってありますけど、やる気に満ち溢れて月曜日からもう満々でね、朝一で出社できる人っています、まあ、ほとんどの人が、こんな感じじゃないですか <laughs>。じゃあ、やる気がなくても出社して給料をもらってるじゃないですか。だから関係ないと思うんですよね。お金を稼ぐ上でやる気があるかないかって。関係ないっは言っ語弊があるかもしれないですけど、 うーんなんかやるべきことはやるっていう、ただそれだけなんで、そのやる気を理由にできないっていうところはないかなと思いますね。やる気がないことが結果に導いてるんだったら、じゃあ全員、全員ではないかもしれないですけど、みんな会社行かないよっていう。やる気に満ち溢れて出社してる人は少ないはずなんで、だリいなーみたいな、眠いなみたいな <laughs>。まあ一部はいると思いますけどね、集合。 やる気に満ち溢れて出社してる、それを1年、2年、3年続けられる人はごく一部いるかもしれないですけど、人間ってこういうアップダウンはありますから、感情の。常にやる気があって、常にモチベーションアップで、常にうわーみたいな人は、鴨頭さんぐらいじゃないですか。ダぶマック最高みたいな、マクドナルド最高だぜみたいなね。んー、かもさんぐらいじゃないですかね。 だから、まあ僕は、あの、やる気がなくても、やるべきことをただやってるってことですね。モチベーションが上がろうがながろうが、僕は、商品売らないと飯食えないので、単純に集客して商品を売ると。それを、やるべきこと、やるべき仕事をただやってるっていう感じですよね。うん。ただもちろんやる気があった方がやりやすいですけどね。ただやる気に関しては内から出るものなので、その内から出るものを外部的な影響で内から出すっていうのは、うん、それは、 うんちょっと違うのかなと。だからよく、あのこれが何が言いたいかと,いうと、よく自己啓発セミナーとかね、あのー、何十万とか何百万するやつあるじゃないですか。で、そこに参加して、その参加オタクになる人ですよ。要は、そこに参加して、モチベーションそこは上がるんだけど、結局家に帰ってね、モチベーション下がって、また自己啓発セミナー行って、で、そこでわーってやってね、わしょいってやって、で、またモチベーション下がって、また行ってって、もうお金あの払うだけみたいな <laughs>。 だからその外的な部分じゃないですよね。うん、だそれだと多分ね、うまくいかないですよね。うん。そのやる気は偽りのやる気というか、うん、ただその場のモチベーションが上がったっていう。うん、大事なのは、一人、まあ、特にネットビジネスなんかは孤独なんで、一人で家にいるときに、うちからこう、やるぞっていう気持ちがないとできない部分あるんですよ。 だけど、これはなかなか難しいです。なので、やる気がなくても稼げる環境を作るっていうのが、いいんじゃないですかね。うん。はい。まあ、ということで、まあ、今回、あの、プレゼントもありますので、そちら見ていただいて、まあ、自分が欠けている部分に、プラスアルファできる部分が何かしらあると思うんで、まあ、活用していただければいいんじゃないかなと思います。はい。アンケート、ありがとうございました。